高等部3年 A クラス大鳥かなえです。では始めてください。来年の春卒業したらすぐに結婚する予定です。相手は理事長である父が勧めてくれました。彼は優しくて子供っぽいところもあるけど、本当は私よりずっと大人で温かく見守っていてくれているんです。彼のためなら何だってしてあげたい、心の底からそう思うんです。ただ深く、もっと深く、ただ彼には妹がいて、その妹が私どうしても好きになれないんです。こんなことがありました。私が大事にしていたスカーフを使ってみなさいよって貸してあげたら、あの子ありがとうって言ってそれでメガネを吹き出しちゃったんです。私もうびっくりしちゃって、それはメガネ吹きじゃないのよって言ったら、あの子何も言わずにこっちを見てただ笑ってた。その目を見て私ゾッとしたんです。だってまるで宇宙人みたいだったから。父が病気になったのも、あの疫病神が出入りするようになってからのような気がしてしょうがないんです。私これ以上あの子の前で笑っていられる自信がありません。これでも好きになろうと努力したんです。でもダメなんです。どうしてもダメなんです。わかりました。あなたは世界を革命するしかないでしょう。あなたの進む道は用意してあります。ここは聖地、100人のデュエリストが眠る神聖な場所です。この部屋は世界の果てへと続いています。学籍番号 D の13番、見てください。このバラの刻印、ほら黒いでしょ。持ち主が死ぬとこんな風に染まってしまうんです。僕は黒い方が美しいと思うけれど。もう逃げられないよ。君は僕の黒バラ、選ばれたんだ。これが君の新たな心臓、新たな命だ。世界の果てに咲き誇るバラ、君に。黒いバラの刻印。土曜日にパーティーやったじゃん。うん、そういうんじゃなくて、もっとこう刺激的な何かよ。しっしっしっ